髪切った。あ、ちょっとだけ、うん、確かに半径が違う。そうそうそう、ちょっと嬉しいですね、やっぱね大きさがね、男でも言われたら。こっちか、はい、久々で緊張する。久々、始まりました ZIP プラス3。はい、今日は私畑下さん、そして久保さんでお送りしていきます。お願いします。お願いします。よく気づきましたね、久保さんの変化に。あ、そう、髪切りましたって来た瞬間に。確かに、でもだって絶対違うし、綺麗なパーマになってるもん。素晴らしい。視聴者の皆さんは気づきましたか？どうでしょう、コメントくださいということでですね、たくさん今日も来てまして、はい、ちょっと何にしようかな。ずっと世間話してましたよ、さっき。この待ってる間にね、考えてきよう。これそっちのけで世間話しちゃって。あ、じゃあ分かった。私は8月が誕生日で、なかなか当日友達に祝ってもらえません。皆さんはそんなエピソードありますかって来てるんですけど、うん、確かに8月って夏休み入っちゃってるから。そうか、会えないですもんね。え、あれ、お誕生日久保さんは何月でしたっけ？1月です。7月。1月。あ、1月。はい、1月の？でももう1月の9日なんで、はいはい、もう始まってる。あ、でも年明け、はい、だからなんか明けましておめでとうございますのが先に言われちゃうと。そうですね。確かに。でも学校行ったらちょうど久保さんの天気らへん、あ、天気じゃない、誕生日。らへん。どういうこと？久保さんの天気らへんって何？いや、私もすごい普通に喋ってるから何の話してるのかと思った。頭働いてないです久保さんのあの天気らへんそんなでした、うん、だから何か年明けにそういう強めやな、そういうイベントお決まりのものあったっけ、天気でみたいな、うん、誕生日です、はい、ちょっとあの久保さんの中で天気を占める割合が多すぎて、やっぱりちょっと言っちゃいましたね、アイデンティティなんで久保さんの誰だもんそれ休み明けて、はい、ちょうど久保さんの誕生日ぐらいで、うん、みんなにおめでとうって言われながら、すごい新学期というか、あの新シーズンが始まる感じですか。そうですね、ちょうどいい感じじゃないですかね。学校も始まって、明けましておめでとう言って、ちょっと経って、うん、そうか、ちょっと経ってからだから、うん、9日だと。そうか、イベントがね、やっぱね、前後何日間にないと祝ってもらえるっていうのはありますよ ね、うん、そうですね。え、ハタピーは10月。あ、学校ありますね、普通にあるけど、うん、あの多分ね、テストの期間とか、 なんかそういう感じだった気がするんだよね。あ、秋の、うん、テスト、あれ9月から学校って始まりますよね、中学始まり、高校は。そうだから、15日って中間テスト。確かに、そうじゃない、違う。そうなるとやっぱりあんまり、ほら、なんかいつもテストちょっと前かなんかで、それどころじゃない、ピリピリ感じだった気がします。え、そういう時に自分で結構、私来週誕生日だよってアピールる人ですか？仲いい人には言う。あ、仲いい人に言うんですね来週誕生日ですめっちゃ普通に言うんですね1週間は、うん、潔い、祝ってもらいたい、おめでとうって言われたいから。かでもやっぱ、でも期待しちゃダメなの、人には、うん、だから自分で言っとくおめ、あの誕生日ですって言う、先に言っとく、分かる気がする、すると言ってもらえる、うんうんうん、でも大人になってからもずっとやってるよね、私。やってます。そういえば来週誕生日だなって大人になっても大人げないでしょでも、あの人の誕生日ってすっごい大事な人、うん、もちろん家族とかそうですけど、うん、お友達とかたくさんいると、うん、やっぱりどうしても忙しいと忘れちゃったりするじゃないですか、うんうんうん、だから絶対祝いたい人は、あの祝いたいって気持ちはあるので、言ってくれた方がこっちもありがたい、助かるよね。そう、私もそうです。お友達の誕生日ね、どうしても覚えられないよね。もうそんな数字なんか何個も無理なので。でも今 LINE とかで来るじゃないですか、はい、そろそろ誕生日ですよみたいな。あれ天才あるし、なんか今 LINE に、こんな LINE の話してる方ね、あのとんがり棒、ね、とんがり棒マークついてますよね、お誕生日の。あれすごい、ああやってあれを、だからなんか設定してくれてるとすごくありがたい。あの設定してないで過ぎちゃってたの気づくと、ちょっと、うん、あ、なんか申し訳ないって思っちゃうから、うんうん、あの全員設定してほしい。そうね。ぬか何月生まれ？私2月なんですけど、ちょうどバレンタインデーの周辺なんですよ。あ、だからなんか学校とかでもなんかその交換校、お菓子交換みたいなのとかもあったんですけど、なんかそれにちょっとどさくさに紛れさせられる傾向にあって、うん、あのちょっと私も結構アピってました。だから
あのバレンタインデーもあるけれどもイベントとは別ですよって私の誕生日もありますよってクラスメートに言ってあのなんかそうあの徴収してましたプレゼント徴収ちなみに今日がコバちゃんの誕生日です。ああ小林さん今日なんですか。そっか、うん、そのちょっと早めにねお祝いされてましたよね。おめでとうございま す。見てるかな。小林さんって誕生日プレゼントとかもらったらどうするんですかね。ちゃんと大事に長く使うんじゃない。なでも必要ないって思ったらどうするんだろう。そうだからあこれはちょっと今の今さその包丁ないって言ったじゃないですか、はい、例えば、まあ、プレゼントで包丁あげることはないけど、うん、包丁もらったら使うのかな。なんか前天気班のみんなで小林さんに、はい自宅でやる回転寿司が回るレーンあげたんですよ。めちゃくちゃミニマリストから一番遠い品ミニマリスト絶対いらないやつじゃないですか。でなんかお家のマンションが火災報知かなんかなって、はい、こう持ってこう何か持ち出したんですって、はい、それ持って逃げたって。かわいい大切にしてるんですね。そうめっちゃ嬉しかったっていうね。やばいかわいいわ。愛あふれてますね天気班に。え使ってるのかな一人でなんか使ってない使ってないですね。じゃあそのまんまの箱を持って、へなんかあれなんですね。もらったものとかそこにこう込められた思いみたいなのはすごい大事に取っとくタイプなんですね。あ可愛いわ小林さんっていうかいつもそうだけど、はい、質問に答えないうちに確かに何でしたっけ。なんだっけこの方は8月なんですよ。で皆さんはそんなエピソードありますかとか聞かれたんですけど小林さん可愛いって言って終わってて今言われないからあ誕生日エピソードでいいのか。あそうですそうです。あの皆さんありますか。だからもしかしたらこの人は共感が欲しいのかもしれないですね。でも8月生まれ多いですよね結構割といますね。私も友達いるな。夏休み中だとでもなんか LINE したりとか、うんまあ、宿題に追われてて忘れちゃったりとか結構あるかもしれないです ね。 そうだね部活とかね忙しいもんね、うん、そうだからもう本当に自分からアピールするのがもう一番、うん、そうそう自分から言ったらいいですよ、うん、どうですかすごい力強い眼差しで、うん、結構自分で自分のそのお祝い事とかご機嫌取ります。私去年のこれ恥ずかしい話なんですけど、はいはい、去年その30だったんですよ、うん、今も30歳節目そう節目じゃないですか、うん、でもあの自分でもう大人だから、うん、自分でオリジナルケーキをオーダーしたの。素晴らしい。好きなもうデコレーションで色で中身でみたいな、うんうん、なんかちょっと高くついたんですけど、うんうん、もう盛大に自分で自分をいたわろうと祝おうと思って、うんうん、オーダーしました。えなんかそのあれあるじゃないチョコとかにメッセージとかそう書くじゃないですか。私だからそのチョコを好きなキャラクターがあるんですけど、はい、そのキャラクターの形に知ってもらって、うんうんうん、自分であのゆかさんあゆかちゃんおめでとうってここに書いてもらってみたいなオーダーしたんですか。でここなんか 雲型に生クリームを乗せていただきみたいなそういうやり取りをそうです、ね、自分じゃない手で喋りますよね。5億ぐらいしました、うんうんうん、かわいいな。でなんか受け取りに結局行かなきゃいけないじゃん、はいはい、でなんか受け取りに来る方の名前を教えてくださいって言われてゆかだからあもう絶対この人自分で頼んで自分でオーダーそのまま行ったんですね。そう、 うわでもそれが一番やっぱりもう 人に期待するとかじゃなくてなんか、ね、人生で一番自分好みのケーキができたから嬉しかったんですよ。いいですね。思い出に残ってるってことは、うん、いいですね、うんはいうん、えでもワンホールですか。ワンホール全部自分で食べたんですか。あうん、分けた友達と、うん、あのノアとかあよかった軍司さんとかじゃあみんなも周りもハッピーになれるから最高ですね、うん、ちょっとそのケーキがどんなものなのかもちょっと見てみたいですけど、うん見せてあげるよ。いや、見なかったっけ。え見てない気がする。え見たよ絶対見た見ました。こだわりの2人には見せてあげますね。よしよしよしちょっと見てそれをまたね8月生まれの皆さんも、はい、大体そんな人の誕生日なんてあの覚えてないので自分からアピールしていきましょう。そうそうそうだよそうそう、うん、自分であの祝っていきましょう。はい以上ジブブラスリーでした。これはよろしくね。明日のジップも見てね。